はい、こんにちは、こんばんは、タカです。今週もよく動きましたね。特に円が絡む通貨、本当によく動いています。一方で今週は CPI などもありましたので、ドルの環境なんかにも注目はしていたんですね。ここ最近ドルちょっとこう方向感ないんですよね。調整レンジという言葉も何回も使っていますけども、ただこのドル、少し流れが見えてきたようにも思います。来週は大きなイベントというのは週末にあるんですね、ジャクソンホール。ただ週末までは大きな目立ったイベントというのがありませんので、この週末を迎えるまではちょっとこう方向感のないような相場というのは続いてしまうかもしれません。そもそも8月ってこう換算相場にはなりやすいですからね、動かないときはとことん動かないという状況にもなりそうですから、そちらも注意はしないといけない。ただ、ここ最近やっぱりよく動きますからね、どうしてもやっぱりこの動く相場というものに備えは必要だと思います。今週は結構こうよく動いて、この動いた結果若干の流れが見えてきたようには思いますので、このあたりから触れていきたいと思います。まずこちらがドルインデックス、4時間足に週足を重ねています。まずは今週の週足ですけども、ドルは弱かったですね。結果的には陰線になっています。ただこれ陰線が出ただけではなくて、この出た環境というのがちょっとあるんですね。というのも先週の話になってくるんですけども、先週の週足、これかなりの下髭をつけてるんですね。そしてこの下髭なんですけども、過去にサポートが見えている、このサポートが見えているところでしっかり下髭をつけたのが先週の動きになります。なので、分かりやすく言うと、すごくサポートが強く感じられるような、そういった動きがあったということですね。であれば、自然に考えるんであれば、サポートが強いわけですからね。サポートが見えていて、このサポートでしっかり反応してくるんなら、若干のドル買いはこれは考えたいところなわけです。ただ、今週の週足、これ陰線が出ているわけですね。こうなると、話が変わっていきます。サポートの強い流れ、これが先週確認できているにもかかわらずの売りということになりますから、それだけしっかり売りが今回入ったということになりますね。下落トレンド、これを再び見ていくような状況が生まれてきたということになります。そして、売りが強いわけですからね、来週もドルはこの安値を更新していくような動き、備えが必要になってくるということにもなりますね。ドルちょっとこう上位足を見ていくとかなり弱さが目立つんですけども、どうでしょうかね。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。ただ冷やし環境を見ていくと若干景色が違います。下落トレンドは見えてはいるんですけども、現在は流れが止まって調整局面、レンジなんですね。ですから単なるレンジといえば単なるレンジ、週足だとかなりの上値の差が見えてるわけですけども、冷やしで見ていけば上がったり下がったりしているだけにはなるわけですけども、ただ基本は上位足の環境に沿った考え方で値動きは見ていきたいわけですからね。基本的にこう売りの流れ、やっぱり見ていきたいということになります。できればこうレンジの上からやっぱり売りたいところですけども、難しいのが今のこの現在地、レンジの安値圏なんですね。ですから月曜日良いドンで、積極的にこうドルを売っていけるかどうかと言われると、少しそこは難しいところはあるかもしれませんけども、ただ木曜日の値動き、単なるレンジと見ていけばそうなんですけども、この上げ下げのピッチがかなり早いですね。特に木曜日の上げを金曜日一気に崩したということになります。これを包み足と見ていけば、現在地は安値圏なわけですけども、安値圏ですごく上値の重さを感じるような値動きになっているということですね。この値動きからロングを見ていくのはちょっと難しい状況のようにも見えてきます。まだサポートは割れてはいないように見えますけども、割り込んだら下落の流れがこうはっきり出てきそうでね、来週はドル売りに相当警戒はしないといけないかなというふうに思いますね。当然シナリオもここまで環境が揃っていれば、まずはドルを売っていく場所を探していきたいということになってきそう。ドル育と底堅い環境からのロング、ドル円なんかは若干上値の重い状況は出てくるかもですね。はい、変わりましてこちらが円指数になります。4時間足に週足を重ねています。円に関しては僕はもう調整局面見ています。上昇に対しての調整を見ているわけですけども、週足環境だとこの抵抗が全くどこにあるかがわからないんですね。かなりの上髭をつけていますから、どこかには抵抗はありそうだなと思うんですけども、このあたりがまだはっきりしない。同じことが明日のサポートも言えるかと思います。まだどこがサポートになってくるかがわからない。ただこのあたりやっぱり流れが止まっているようには見えますから、僕は調整局面のレンジ相場を疑って見ていきたいなと思っています。なのでやっていくべきはどこが抵抗になるか、どこがサポートになるかをしっかり見極めたいわけですけども、全くまだロース足が足りないですね。ということは短期的に少しこう行き過ぎるという動きは出てきやすい状況あるかなと、これが大きなボラを生んでいる要因の一つにもなっているのかなというふうにも思いますね。
はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。冷やしの上昇トレンド、これが止められて、まあ、調整局面を疑っているわけです。ここにかなり大きな上昇トレンドがありますから、調整局面もそれなりのサイズ感は見たいなと思うんですけども、まあ、今のところね、金曜日に一旦安値更新が止まっています。直近の高値、このあたりも見えていますから、まあ、上下の株意識して緑枠を囲ってますけども、正直これまだわからないですね。抵抗、サポート、こういったものがはっきりまだ見えているわけではないです。特にこのあたり、サポート意識してたんですけども、木曜日に割り込んでしまいましたんで、まあ、赤い上昇トレンド見ていくんなら、押し目買いが、まあ、メインのシナリオということになってくるわけですけども、まあ、このサポートは割り込んでますからね、高値から見ていけば下落トレンドも見えているわけで、まあ、すんなり買っていけるような状況にはまだまだないということにもなりますね。青い下落トレンド見ていけば、戻りが入ったら戻り売りが入ってきますんで、来週も円相場というのは基本的に調整局面、レンジ相場を疑っては見ているんですけども、抵抗も見えてないですからね、上げ下げの動き、まだまだこう派手に動いてくるような場面というのは出てきそうですね。来週も円相場はすごくボラが大きくなりそうな、まあ、そういった感じはしますね。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。金曜日のこのドル売りはちょっとこう気になるところと、これはもう冒頭で触れた通りですね、また円相場がかなりこう大きな動きになっていると、まあ、このあたりは冒頭で触れたからいいと思いますので、他の通貨に目をやりたい。まずは今週注目していたのがこのポンドですね。たくさんの指標がありました。8月に入ってからこのポンドかなり上値が重かったんですね。ですからこの指標の結果を受けてこのポンドに買いが入ってくるのかどうか、個人的にこれはかなり注目をしていましたけども、まあトータルで見ていけば若干買いは入ってきたかなと。ポンド絡みのチャート、例えばポンドドルなんかを見てもね、だいぶまあ改善してきたかなというところで、もしかしたらこのポンドの買い戻し、来週は出てくるかもですね。まあ、先週ほど悲観したような環境では今はないかなというふうに思います。そして今月強くなってきたこのユーロ、金曜日なんか若干こう上値重くてね、弱い流れも出てましたけども、トータルで見ていけばまだまだこのユーロも強いですね。そして、加えて5ドルもすごく強くなってきた。ということは、ポンドも強い、5ドルも強い、円も強いし、ユーロも強いとなってくると、まあ、そりゃこう、ドルが売られてくるだろうなというのも、こう、イメージとしても湧いてきますんで、まあ、こういうところからも、来週はドルの上値の差、まあ、やっぱりこう、まずは意識して見ていくことになるかなというふうにも思いますね。はい、変わりましてこちらがドル円の4時間足、収縮を重ねています。ドル円週足環境だと、まあ、下落トレンド強く見えていますけども、安値更新してないですからね、まあ、一旦流れが止まっていると、であれば調整局面をかなりこう強く疑って見ているんですけども、まあ、これもサポートがどこか、レジスタンスがどこか、これがはっきりまだしないですよね。ただまあ調整局面のレンジは疑いたい、となってくるとこうトレードをしていこうと思えば、抵抗やサポートが見えてこないとね、なかなかこう本格的なトレードは難しくなってくるかなと。上位足の環境に沿った環境というのを見ていくとちょっとこう難しい状況ですね。今週なんかこう買いもしっかり入りましたけども、金曜日上値が重い形も見えてます。もしかしたらレンジの高値圏が意識されての売りかもしれませんね。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。冷やしを見ても下落を取るの、やっぱりまあ大きな環境を見ていくとチャートはすごく弱いですけどね。ただ現在は流れが止まって調整局面、こんな感じでレンジを見ていたら木曜日ですけども上に抜けたんですね。まあこれをどう見ていくのかで意見が随分変わってくる相場だと思います。まずはブレイク、ブレイクと見ていくんなら当然これ押し目買いということになります。ただ金曜日の動きを見ているとこれ押し目買いを見ていくにはちょっとこう苦しい状況かなと。そもそも下落トレンド見えていて戻り売り環境を見ていく中での値動きなんで、まあ、綺麗に行ってこいしてますからね、もうこれはブレイクの失敗、潰されてしまったと見ていく方が無難かなというふうに思ってしまいますね。すると再び見えてくるのが148円の抵抗ということになります。そしてまあ現在地、このレンジが再び見えてきたことになるわけですからね、現在地が高値圏か安値圏かと見ていけば、まあ、レンジの高値圏かなとも思います。来週はドル売りも見ていきたいとなってくると、ドル円も上値の重さやっぱり見たいということにもなります。レンジで見ても高値圏、ドル売りも見ていきたいと、さらに木金で上値の重さも確認できていると、目線としてはもうショートになってしまうかなというふうに思いますね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。この148円あたりの抵抗帯を抜けてきたのが今週の木曜日。ですから押し目買い環境をね、この時点で見ていくこと自体僕はもう間違いではなかったかと思うんですね。個人的には金曜日もこのあたりの押し目買いというのはかなり意識して見てました。ショート勢苦しい状況がこのあたりあったと思うんですね。ただもう一つ僕が気をつけていたのは、深い押しに対して押し目買いをしていくのはこれは避けたいなと。というのもショートの苦しい状況が見えているわけですから、下がってくれば、これショートを助けてしまうということになりますね。ショートが助かっているのに強い反発が起こるのかといえばそこは疑問。
問が残ってしまいますので、浅い押しからのおしめ買いということになっていたかと思います。ただ結果的に金曜日深い押しが入ってしまいました。まあ、こういう環境を見てしまったら行ってこいで潰されたと見ていくのは下落トレンド戻り売り環境になってくるかなと。さらに言うと再びこの148円の抵抗帯というのも見えてきたかなと思いますから、まあ、売っていくなら148あたりをバックということで、現在地から見ていくとすごく売りやすい場所のようにも思うんですね。赤い上昇トレンドも完全に崩されたとはまだならないですけどね。ただ強い買いが入ってくるならもうすぐにでもやっぱりこう買いが入ってほしいところですけどね。現状は上値の重さが目立ってしまいます。さらに来週はドル売り環境を意識したいということになってしまうと、もうこれは売り目線ということになってしまうんじゃないですかね。高値圏という形も見えていますから、来週は月曜日から積極的に売り場を探していきたいなと。目標はこのあたり、高値圏の小さなレンジを見ていくんなら146円の前半あたりが一旦の目標になるかなと。もう一つ大きな日足の調整局面なんかも見てますからね。そうなると随分下まで見えてくるんですけども、そこまでを見ていくにはちょっとまだ距離もあるかなというところで、まずは日足レンジの高値圏の小さなレンジを意識して来週値動きを追っていこうかと思います。来週はジャクソンホールがありますけどね、ジャクソンホールを迎えるまではあまりこう大きな動きは生まれにくいのかなと。それもあってまあこの小さなレンジをまずは疑ってみていこうかなと思います。はい、ではこの後は株式市場金相場の方を見ていこうかと思います。まずこちらがニューヨークダウの CFD 4時間足に収縮を重ねています。2週間ほど大きな売りが続きましたけども、結果は2週間で戻ってきたということになりますね。またもや高値圏、まだ抜けてはいないですけども、抵抗が目の前ですね。4万800ドル前後、まあ、当然抜けてきたら新しいトレンド世界が見えてくるということになりますけども、まあ、今週かなり強かったですからね、来週は高値更新あるかどうか、まあ、これは注目ということになってきそう。まだ上値の重さ見えてないですからね、少し抜けてくるみたいな動きは全然ありえそうですね。はい、こちらが1時間足冷え性を重ねています。ただまあ強いトレンドを見ていこうと思えば抜けていかないといけない抵抗帯というのが今目の前にあるわけですね。もう少し細かく見ていくと4万1200ドル前後ということで、このあたりを目標に見ていくんであれば、若干まだ上げ余地があります。目の前のトレンドもかなり強いですからね、ひとまずはこのあたりまでを目指した上昇というのは見ていきたいと思います。ただこのあたりは当然抵抗も出やすい場所、まあ、すんなりスコンと抜けていくかどうかはちょっと難しいところもあるかと思います。まあ、だから売りたいとはなかなかならないですかね。それだけ今の環境やっぱり強いと思いますから、まあ、買うか様子を見ていくかというところになってくるかと思いますけども、ただまあこういった高値圏でね、わざわざ買わなくてもいいのかなと。まあ、しっかりね、こう下から下から、押しが入ってくるかどうかもわかりませんけどね、押しが入ってくるならば、この押しを丁寧に拾っていくイメージで見ていこうかと思います。はい、変わりまして、こちらが日経平均の CFD、4時間足に収縮を重ねています。日経平均かなり僕は警戒して見てたんですけどね。ただ結果的にはすごく強いですね。ただ、週足環境を見ていくと、まだ積極的に買っていくような状況でもまだないように思うんですけどね。サポートを割り込んだのが先々週あたりの動き。強いリバウンドが入っていますけども、まだ抜けてないですからね。まあ、こういった抵抗帯を試しに来るというのはよくある動きになりますけどもね。その結果、抜けなければ売りが入ってくれば、これ戻り売りということになります。2週間で相当な強いリバウンドが入っていますけども、ダウ平均なんかと比べるとチャートの形はもう全然違うように思いますね。上値の重さは相当やっぱり感じてしまいます。はい、こちらが1時間足冷え性を重ねています。まあ、冷やしを見ていくとこの2週間ほどのこの強い戻りですよね。これをどう見ていくのかが大きなポイント、まあ、考え方のね、分かれ道になってくるかなと思うんですけども、まあ、ダウ平均は高値面合わせまで行っていたわけですけどね、日経平均全然下落トレンドの戻り環境なわけですね。戻りの高値も抜けていないとなってくると、まあ、上値が重い形が出てくれば、まあ、戻り売りというのは見えてくるかと思います。まあ、そういう意味では金曜日若干高値抜けたんだけども潰されてしまったというこの動きはちょっとこう気になるところですね。まあ、僕は積極的にはやっぱり買えないですね。株を買っていこうと思うんであれば、ダウ平均の方がすごく魅力的には映ってしまいます。ただ日経平均、売りを見ていくには直近の流れが強いですね。まあ僕も個人的にはこのあたり、かなり売り目線で見ていたんですけども、その都度こう高値を更新してくる動きもここには見られています。売るにしてもかなり慎重な、判断は必要になってくるような環境だとも思いますね。はい、変わりました。こちらが金の CFD、4時間足に収縮を重ねています。この金相場がついに新しい世界入ってきたかもですね。高値をつけてきました。レンジからのブレイクということにもなります。週足環境のレンジのブレイク、さらにこの週足環境、4月からレンジなんですね。4、5、6、7、8月と、まあ、かなりの長い期間レンジだったわけですけども、この長い期間のレンジからのようやくのブレイク。
さらにこれを探検して追っていくとこういった波もしっかり見えていますから、まあ、環境としては僕はもうすごくいい環境だと思いますね。まあ、抜けるべくして抜けてきたかなと。少なくともショートを狙っていくような環境でもないかと思いますし、これも完全に抜けてくるんであれば新しい世界が待っているわけでね、どこまで行くかがわからないわけですね。まあ、ちなみにこう売りを見ていこうと思うんであればね、今回のこのブレイクの否定の形が欲しいですね。すぐにこう潰されるとか、そういった強い売りが入ってくると、まあ、レンジの高値というのが見えてきますから、まあ、売りはこう強く意識できるかなと思うんですけども、こういった売りはまだ入ってきてないですからね、もしショート目線で見ていくんであればこういった売りを待ってからでもいいのかなと。今は慌てずに、高値警戒感を持って、まあ、様子見ていくというのは絶対ありだと思いますけどね、積極的に買っていくか、まあ、様子を見ていくかというところになるんじゃないかなと思いますね。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。もう綺麗にブレイクですからね。もうこれは上昇トレンドを見ていくでいいんではないですかね。高値更新というのを強く意識して、まあ、買い場を探るということになってきそうですね。はい、ということで、まずはドル円ですけども、上値の重さが見えてしまった木曜日、金曜日の動きだったかなと思います。そして、まあ、これで見えてきた景色が、結局、調整局面、レンジそばの高値圏で上値が重かったといった事実。要するにこれで、レンジの高値がよりはっきり見えたんじゃないかなということをですね、そもそも下落トレンドの戻り売り環境を見たい中で、高値圏が見えたわけですから、来週は、まあ、売り目線、この位置から売り場をしっかり探りたいなというふうに思いますね。はい、そして、まあ、円指数になりますけども、これがちょっと難しいですね。上昇トレンドの調整局面見てるわけですけども、短期的にはサポートをちょっとこう終わってきています。金曜日戻り入ったんですけども、戻り切らなかったということで、こうなると短期の下落の波が見えてしまいますね。戻りが入っても戻りきらないんであれば、戻り売られてもおかしくないような環境があるということになります。ただこのあたりは調整局面、まだ高安見えてないんでわからないんですけどね、調整局面見てますから、環境としては、まあ、押し目買い環境が崩れているわけでもないと、こういった買い取りとの攻防というのはどこかには出てくるのかなと思うんですけども、まだこの決着というのがどこでつくのかがわからないですね。ただ、まあ、調整局面は強くこう疑って見ているのと、抵抗体がまだはっきり見えてない分、少しこう行き過ぎた動きは出てくるのかなと。ということはボラが大きな状況というのはまだ出てきやすいのかなというふうにも思いますね。はい、そしてまあこちらがドルインデックスになりますけども、ドルの下落トレンド、調整局面を見ているわけですけども、まあ、単なる調整レンジと見ている人もまだいると思いますね。ただちょっとこの木曜日、金曜日の動きで潰されたというこの動き、まあ、かなり気になるところですね。現在地はまだレンジの安値圏、ということは売れないという考え方もね、僕は全然ありだと思います。ただ個人的にはもともと下落トレンドの売り環境がある中での上値の重さが、まあ、これで見えてしまったわけですから、まあ、サポートはまだ割れていないものの、僕はもう個人的にやっぱり割れる動きをもう想定して見ていきたくなりますね。まあ、ドルを売っていく場所を来週はしっかり探って見ていこうかなとは思います。ということは逆に、ドル売りを見ていく際の注意ポイントはここにサポートが見えてきたらということをですね、見えれば今度はレンジの下から上まで買いが入ってくることもあるかもしれませんので、この動きにまあドル売りで付き合わないようにはしないといけないですね。ジャクソンホールまではちょっとこう動きが鈍くなってしまうかなという、まあ、そういった可能性も考慮に入れながら、ドルの上値の重さ、円相場のボラの大きさ、このあたりを来週は注目して見ていこうかとは思います。今回は以上になります。それでは来週も頑張っていきましょう。